フェルナンデジェは20世紀前半に活動したフランスの画家。ピカソ、ブラックラと共にキュビスムの画家とみなされるが、後にキュビスムの作風から離れ、太い輪郭線と単純なフォルム、明快な色彩を特色とする独自の様式を築いた。絵画以外にも版画、陶器、舞台装置、映画など幅広い分野において作品を残した。 レジェは1881年、フランス、ノルマンディ地方の内陸部に位置するオルノ県アルジャンタンに畜産農家の息子として生まれた。1897年からカーンの建築家のスタジオで修行した後、1900年にパリに出た。以後、主にパリと南仏で制作している。パリでは建築製図校の仕事をしながら、装飾美術学校やアカデミージュリアンに通った。 当時のレジェは印象派風の風景画、人物画などを描いており、独自の作風を求めて模索中であった。1907年にパリのサロンドートンヌで開催されたセザンヌの開古展はレジェに大きな影響を与えた。この頃からレジェは当時の全英美術運動であったキュビスムに参加する。自然を塩水、塩筒。 玉として捉えるというセザンヌの言葉は、レジェの画風にも影響し、森のラッタイなどの初期作品では、人物が円筒型に還元されている。このことから、当時の彼の作風は、キュビスムをもじって、チュビスムと揶揄されたこともあった。レジェは1908年からパリ、モンパルナスの共同住宅圏、アトリエ、ラリュッシュに住み着き、そこに住んでいたマルク・シャガールらの画家と知り合った。 ラリュッシュは、当時の若い画家たちの溜まり場となっており、アメデオモディリアーに、シャイムスーティンラの画家も出入りしていた。レジェは1910年には、当時の有力な画商カーンワイラーに認められ、1912年に、カーンワイラー画廊で、初の個展を開催、1913年には、同画廊と専属契約を結んでいる。同じ頃、ジャック・ビヨン、フランシス・ピカビア、 ジャンメッツ・サンジェラが参加していたセクシオン・ドールという前映画家グループに加わり、1912年にボエシー・ガローで開催されたセクシオン・ドールのグループ展にも参加している。ジャック・ビヨンらのアトリエがあった場所の地名を取って、ピュートーグループとも呼ばれる。このグループは、キュビスムが軽視していた色彩を復活させるなど、キュビスムの運動をより発展させようとしたものであったが、長続きせずに終わった。 レジェは、こうした、当時の前衛的な美術運動に参加しつつ、キュビスムとも、中小絵画とも異なった、独自の様式を確立していく。レジェは1914年から1917年まで、第一次世界大戦に従軍した。彼は、大戦中に見た大砲などの兵器の機能的美に、見せられたといい、また、兵役期間の休暇中に、 チャップリンの映画を見たこともその後の彼の作風に影響したという。独自の様式を確立して、以後のレジェの作品には、人物と共に機械をモチーフとした作品が目立つ。レジェにとっては、自然の風景よりも現代に生きる人間や、現代の機械文明が主たる関心の対象であった。1920年、建築家のルコルビュジェと知り合い、以後、 ルコルビュジエの設計した建築の壁画を担当することが多くなった。この頃からレジェは壁画、舞台美術などにも活動の場を広げていく。舞台装置の分野では、1923年にダリウスミオのバレエ、世界の創造初演時の舞台美術を担当した。また、1924年には実験的な映画、バレエメカニックを制作している。 1940年から第二次世界大戦の戦火を避けてアメリカで活動し、1945年に帰国してフランス共産党に入党した。大戦後は壁画、ステンドグラス、舞台装置、陶器、版画、書物の挿絵など幅広い創作活動を行った。国際連合総会のホールにはレジェの壁画が寄贈されている。 当期の制作は1949年、南仏アンティーブ近郊の山間の村ビオットで始めたもので、同地には、レジェ没後の1960年、フェルナン・レジェ美術館が建てられている。開館式には、画家仲間のピカソ、ブラック、シャガールのほか、当時のフランス文化賞、アンドレ・マルローも列席した。1952年、当時71歳のレジェは、弟子で、 ロシア出身の画家であるナディアと再婚。再婚を機に、聖ぬ絵を終わらず剣のシュ種類ベッドに転居し、1955年に同地で没した。ありがとうございます。